ちょっと吹きだまり。じゃあちょっと左側もちょっと見たいけども、まずこいつら処理しなきゃいけないか。うんうんうん。左側の、そうだ、左側のあいつまだ行ってないもんね。左側になんか大きい中のいるんだよ。ああ、はいはいはい、太陽の方向に。あのマヤマヤ君をダーッと走ってって倒せばこいつら実は消えるとかってあんのかな。どうかな。おじれ、おいし、わまた来てるぞこいつら。まず左のやつ早めに倒すか。あいたくそ、いてぇ、死ぬ。オッケー、こっちは倒したかな。ああ、まだそこにもいんのか。こいつを倒さなきゃだ。じゃあちょっと今回はこっち側行きますか。ドラゴンヘッド、中で、中出た、深みの奇跡。ここに階段があって、あ、うんうん、これあれじゃん、それこそこの上にロスリックの鉱壁で、あの黒く変化する、あれ違うか。うわー、いたいやー、なんか処刑人みたいな感じ。うわー、何これ。あれ、あのあのおデブちゃんの、あー、天使の騎士だっけ、ダークおデブちゃん。首ないじゃん、なんか、あ、本当だ、首ない。体がなんか繊維状のものでできている。うわ、バックスターできないか。バックスターはできなそう。うう、くぅ、あぶねえ、まだ半分あ、これ突進来る感じ、突進来る感じ、突進、うぅ、よっしゃ、この後チャンスだろ。よいしょ、とぉ、怖い怖い、すごいな、だいぶ踊れるな、こいつ。よいしょ、よいしょ、うわ、後ろまで来て、これいって、あぶね、はぁ、いけ、おっしゃ、よっしゃ、すごいな、中根っこで空洞になってるな。うん、塊出ました。おお。で、ここにお宝、はい、塊。はい。はあ、なんとなく見覚えあるよね。うん。微妙に違うけど、微妙に懐かしい感じ。青白く光ってますな、この壁が。は。はあ。アイテム。はい、うん、うん、なんて読むんだろう、青、王の探検、青ってなんだ、この、なんの青って言えばいいんだこれ、ちょっと待ってよ、説明を読みます、うん、探検を取ります。藍色とかの青か。あ、それそれそれ、うん、はい、だと思う、多分あ、装備できねえ、なんだ、何が足りない、威力か。ああ、青王の結晶がはめ込まれた探検、うん、それは旅立ちに送られたものだろうか、古い言葉で無事を祈る聖句なんだ、なる肉極楽が刻まれている、うん、戦技は結晶の葉、はあ、結晶の葉、へえ、装備できないけど一応振ってみるか。青とか壁って読むかな、壁かな、こんなんです。うーん、ん、おー、ほんとだ、根元が、うん、青く、青白く光ってて、担当か、ちょっと俺好きそうな感じじゃん、うん、こんな、あ、今の戦技、うん、攻撃した時になんだ、パリみたいなもんかな、わかんない、なんだろう、へえ。ここはいけないか。でもやっぱりあの、この竜の死体が一つ、その、あれ、あそこなんじゃないのってこう思い起こさせるために置いている感じはあるよね。うん。あ、ちゃんと血出る。あの、この間、前回の収録で言った、あの、俺が知らなかったとこあるじゃない？あの、お前がなんか目がなくて穴開いてるとかって言ってた。ああ、はいはいはい。あの竜は、
殴っても血出なかったもんね。あー、そっか。こっちの方が生、フレッシュな。フレッシュのまま流れてきてるって、うん。さあ、これまたじゃあ、落ちるしかないな。ここ落ちるんだね。いくよ、3、2、1、はい。ゴール。はあ。ああ、パリーンって割れてこうなんだ。ああ。そっかそっか。さっきも割れてたんだな。で、この辺に、はい、来た。もやもや。あ、後ろ。なんなんだろう、こいつら。オッケーオッケー。なんかアイテム落としてその説明読まないとなんだかわかんないな。うん。亡者でもないし、そのな、幻影みたいな。来た、うん。何者なんだろう、これ。あ、こっちからも来たな。上からも降ってきた。さっきなの、お化けな、お化けや。お化け、あー来た、お化け。お化けじゃない。上からぶら下がってる。来た、お化け来たー。お化けそっち行ったか。かなりホラーだよね、それ。結構ダークソウル1の深淵のさ、はいはいはい、人間性マン的なやつ。そうそう。人間性マン。あれ的なもん。ああ、もう先に行った方がいいな、これな。うん。あマジで？マジで？なんかね、着地のところでビョイーンって左側にスライドした。ああ、俺に、俺を踏んだ感じか。かもしんない。戻るしかないな。アゲインでございます。コッペーン。さあ拾ってくよ、いろんな死に方。ちょっと買い物買い物買い物。さっきの剣買えるかな。3、1、done。お、買える。うん、半刃の体験、大刀。うん、と残り火買えるだけ買って、女神の祝福とか買えるな。うん、あ、錆びついた金貨が買えるようになるのか。これは人間性マラソンがはかどるぞ。あ、でも3個しか買えねえんだ。Keep your mouth busy。こう。着地したらすぐ、ちょっとこれね。はい。ちょっとこれね。ズボーってなった、ズボーって。これね。はい。超絶ダッシュで、うん、あのもうあそこ崖から落ちねえか。あ、行くか。せーの、ダッシュ。ゴー。てて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 。邪魔すんじゃねえ。シャーラー。あ、死体も一緒に落ちる。死体も落ちるんだね。さっき気づかなかったな。うん、ファワーって落ちてた。お化けちゃんとムアムアムー。来るかな。何そのムアムアムって。分かんない。うわー、お化けちゃん来たー。かわした。あれ倒せんのかな。倒せるんじゃないかな。当たり判定あんのかね。少なくとも俺はさっきダメージ食らったから、あのお化けちゃんに当たり判定はあるんじゃないかな。そういうことじゃないか。じゃあ俺先行くぞ。はよ、にゃーす。移動したら教えてください。はい、はい、移動。OK、はい。OK。いやー、危ない。で、まずこれ、岸名。ほら、バックスター狙うぜ。おー、攻めるね。この野郎。攻めるね。じゃあ、俺がこいつを。俺、まっすぐらだでや。あれ失敗。ほっ、やばい。ああ、何何それ、何それ、何してる何してる何してる。ダメ、なさいすんの。あれ、お、俺バクスター入ったから。君、ほっ、棒立ち。よし、よし、お、バクスターパラダイス。
やんべ、ぼお。オッケー。ほ、あら、うう、戦技か。崩したぜ。おー、いけ。流れ玉、流れ玉当たったよ。回復しよう。出すかーい。あばばばばってなってた。うん、お、ロスリック騎士の剣と塊。この騎士さ、体に、なんか、ツタ、ツル？それとも、鉄条網ではないと思うから。さっきのあの、おデブちゃんも、もう完全にもう、根っこでできてた感じだったよね。うん、あ、そういえば、不死骸にさ、秀夫のソウル、はい。不死骸に、人の服を着てるんだけど、顔とか手足が木の枝になってる人いたんだよね。ゆくゆくはああいう風になれると思う。わかんないけど。あいつらから、うん、あの松屋にのあのなんだっけ、薬方だっけ、なんだっけ。ああ、はいはいはい、あのさっとさっと使う方ね。黒松屋に、あ、炭松屋にのね。うん、だから。こいつらが、炭松の元になるんじゃないか。うん、この木が。では、後でよろしくって感じだね。ああ、これどっちだ、右か。あら、右にお宝が見えてんな。ちょっと右から行くかな。はい。これ、誰か起きちゃー。ちょっと待って。あれ来たよ。はいはい。俺くん？奥にもいる。幽霊。お化けちゃん怖いな。あー、こっちに通路もあるんだ。行けそう。まだまだ続いてんな。なんかもうこれもうあれじゃん。わかった、なんか見覚えあるぞ、ここは。うん、あのね、槍の騎士がいるとこだ。槍騎士いたとこ。危な、上から落ちてきたよ、槍持ってる人。あー、これハマってる。あー、こっちからも来てる。え？なんだ？ちょっとラグったか？あー、これなんかラグってるっぽい。いった、ダメだ。こいつにロックオンしてもダメだ。あー、来てんのか、来てんのか。あ？いや、ちょっと無限湧き、これなんだ。いてていてて、あ、ほんまや。あー、また湧いてきた。ちょっと待てよ、どんどん来るぞ。奥にいるか、大元がいるんじゃないか。わわ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 わ、ちょっと行くか。やべ、いやー、ロックオンがひどいことになるな。うん、これさ、このアイテム取る、ここに置いて。湿った、湿った長杖。やばい、追い詰められてるぞ。ああ、これちょっと出た方がいいな。一回出る。およ。ちょっとアイテムの説明見てえな。うん。うーわー、そういうこと。奥にもいる。うわうわうわ、お化けちゃん。時々来るんだ。このね、上にね、アイテムあるんだよね。あー、あー、はいはい。ちょっと待って、これ、うん、この木の、なんか、なんだろう、塊みたいなのって、うん、これほら、あれじゃない、あの、グンダとかが侵されてたあの。あー、あの黒いやつ、うん、あ、なんだ、あー、真珠来た。真珠来た。こう、あー、早い。ナイス。待て、なんか、中が発生している。くぅ。そうだよ、そりゃそっち行くよな。そりゃそこで回復するわな。そうなるよね。さあ。あ、なんか、あ、違う。俺が取れなかったやつだ。お、はい、よっしゃ、ナイス。ロザリアンの指だな、これ。いてっ、よし、オッケ
おつ。え、どっかの AD さん。ご苦労様です。ね、はい、さっきの湿った杖っていうのをちょっと読みたいんだけど。はい。もう大丈夫か。落ち着いて読めるだろうか。深みから這い出る湿り人。たちが、はい、うん、湿り人というものか人というものか、湿り人たちが、うん、その手に持つ、柄の長い杖、はい、全体が黒く湿っており闇の魔術に適する。はい、戦技は深みからの栄翔、左右どちらに装備していても有効な戦技。はあ、ごく短い間使用する闇の魔術の威力を強化する。はい、人間性マンの魔法ってことか。じゃあ闇術、魔法っていうか闇術か。あの上のお宝どうやって飛んだろう。まあどっかからぐるっと。じゃあちょっとさっきなんか地震っぽくなんかガガガガってなってたけどねそうだ、リアクションしてなかったなできなかったっていうか、うん、ああ、なんだあれ、崩れ落ちたのかな。ああ、あれなんですか。こんにちはって感じ。あー、どうも。おじぎしょうか。あ、上天使くん、ちょっと走って向こうに行くしかないな。じゃあ GO。 うわー、あ、むくっとなったよ。これ何、ここすごい赤いんだけど。何、あー、またこのあれか、なんかこのイングワードっぽい赤い頭巾かぶってる人。あ、誰だっけ。ロックオン、ブラッドボーンのあの筋子おじいちゃんっぽいよね。あー確かにこの人ね、うん、おじいちゃん、ロケゾリ、エビゾリ。光る石が2つ出ました。おお、あ、シューンっつってる。でこの人さ、この指さしてる人さ、あれじゃない、 DLC エリアでこの頭巾取らなかった。あ、取った、ね、ああ、あれだ、なんだっけ、あれ違う、ん、君持って一回かぶってなかったっけ。なんだっけ、奴隷騎士とかっていう。奴隷騎士くんか。だよね、一緒に戦ってくれたよね。あ、持ってる武器もそうだよ。フリーでの、あれか、うんうん、つながりあんのかな。じゃあちょっと降りる。まあ、フリーデのね、あの後ろの祭壇から来てるから、うん、あれ、あそこにある木ってさ、木の枝ってさ、うん、あのその1個目の DLC の中の木の人いたじゃん。はい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 、あれっぽくね。 あの火つくやつもいたりとか。はい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 、降りちゃう、どんどん降りちゃうよ、戻れないよ、うん、湿り湿ってる。痛い、降りるしかないね。ないね。 GO。 後ろは大丈夫かな。なんだ、あー、ここなんかいい感じの空間です。なんかあるかな。なんもない。あー、ここにヨエルみたいな人たちがいっぱい倒れてる。うわー、いっぱい来たー。わあ、湿ってる湿ってる、最高湿ってる。わあ、うわー、なんか出てきた。え、出たー。見えない、見てない、出たー、まだ見てない。やばい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 。うわ、飛んでるよ飛んでるよ。やばい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 、やばくねえかこれ。やばいでこれ、後ろないよ後ろ。ひあれと引っかかってはいる。引っかかってる、引っかかってんな。あーでも来ちゃうね。あー、ありがとうありがとう。火がつく。あ、君か、火は君か。お、いいね。うおお、びゃ、やった。見えねえ、危ない危ない。うわ、内臓がもうね、木の根っこで食い破られてる感じ。なんと、でも中空洞なんでしょ、してこれ。もしかしたら、これすごい効くとかあるかな。ガー、え、飛んだ、ちょ、おお、なんだ、すごい効いてるな。なに、なにそれ。
俺大発火。あ、大発火か。うん。おお、びっくりした。ヒッパータック。オッケー。うわ。ちょっと LP なくなりました、私。は、ハラールドの鉄鋼。あら、ハラールドくんか。ハラールドか。ハラールドくん。え、誰それ、知ってんの。え、ハラールドって知ってる。いや、知らない。ハーラルドの鉄鋼、かつて暗い魂を求めたハーラルド戦士団の鉄鋼、うん、それは戦士たちと共に闇に沈み、うん、川部は半ば、川の部分ね、うん、は半ば溶けて失われ、金属部は醜い膨張が始まっている。皮膚かな、川だったら、うん、